今日の弟子です。行きましょう。前回のプレイからねだいぶ時間経ってるんですよ。撮影している日が分からなかったんでね、行くところが。で、自分の動画見返してもね、分からなかったので、これさすがに攻略サイトで調べました。そうしますと、何だったかな、そう、妖精の森、妖精のところにいるらしいんですよ、誰かが。こっから行ったところの妖精、ペルガミノから妖精、ここで、ここにいて、こいつなんか嫌だったやつですよね。なんか覚えてる。だから魔法とかちょっと忘れちゃってるんですよね、誰が何が覚えてるか。まあそんなことは皆さんには関係ないですけど、まあそういう状態ですと。2週間か3週間ぶり。私いつもサラリーマンやってるので、休みの日にバーって撮ってるんですね、動画プレイさせてもらってて、で1週間開くわけですよね、通常でやってても。で、前回よくわからないと探して、これわかんなかったな、どうすっかなって思ってて、そのまま放置していたと。他のゲームやってたと。まあ多分動画上がってると思うんですけど、もうロボット対戦の方やってるんですよね、やってたんですよ。で、こっち放置しっぱなしもちょっとやべえんで、まあと。で、調べて妖精の森にいると、キーパーソンが、そのフラグのやつっていうの、でガンダム死にそう。ちょっと待てこいつ、そんな何、めっちゃ辛い連続ってのがあるじゃん。これ連続でいいのか。ちょっと回復ミディア、そうか、連続だよ。そう、それだよ。お、倒した。でも RPG もいいね。倒した、倒すだけで喜びを感じる。まあ。で、妖精の森にいると。で、なんか奥の方にいるっていう話だったんですね。いたか、そんなやつ。一応回りましたよね、ここに。奥、これ来ましたもんね。ここ離して左右に分かれてて、なんか奥らしいんですよ。でも行けないっすよね、これ。こっから今行けるって思ったんですよ。でも行けなくないっすか。行けるか、これ。行けるか。行ける。いや、これは、いた、いる。いや、これはね、でも気づくか、ちゃんとやれば。これはなかなかよ、これ。これか。で、なんかキャノンがいるみたいな話になるんですよ。キッカ。ちょ、待て。おそらく、キッカは伝説の巨人の居場所を知っています。私が必ずその場所を聞き出してきます。では。ちょっと待って、今なんつった?まあいいや。皆さんは動画ちょっと戻して。俺は後でちょっと見直すわ。行くところは分かってるんで。で、これで、洞窟の前に行くと、キャノンがいるらしいです。で、そのキャノンに話しかけると、タンクがいると。タンクがいるっつうか、最初、ラクロワにタンクがいたじゃないですか。そこに行くと仲間になるらしいです。一回話しかけたけど、あいつ仲間になんなかったんで、これ、注意深くっつうか、気づくか、ここで終わってたんですよね。なんもねえな、つって帰っちゃったんですけど、これ、そっか、ちょっと甘々な、脇が甘かったな、脇が甘々やと、スカスカやと。
そんなんしてたら医学部から追い出されるで。いやそんな感じですわ。ちょっとスーパーファミコンで RPG ですげえやりやすかったんで、そっか全部見落としてたか。ここか。もっとね緊張感あってやってたらここなんかあるって思うわ。これな。そっか、はい、あそこだそうです。いやでもこれプレイしててここで詰んだ人いるでしょう。いないのかな。いるわ絶対、一人はいる。まあ詰んだっつうか、まあわからなかったっすね。人のその話聞くだけじゃわからないんで。でもまあ届くか、どうなんだろう。次行くところがこの妖精の森だったので、まあここになんかあるだろうなと、そこまではまあわかるじゃないですか。なのでここをくまなく調べる、その思考。そうか、その感じか。いやちょっと分かんなかったですね。でちょっと一旦宿屋泊まるか。いやいっか、まあいっか、ガンダム回復させれば大丈夫かな。行こう。で行くとキャノンがいるフィールドにいるタイプらしいんですよ。ああいやフィールドにいるって、ね、結構珍しいじゃないですか。まあ今まで実況でねプレイ結構本数重ねてきたので、フィールドにいるってっていうのはまあそこそこ出てきたんですけど、それでも珍しいっすよね。はあ。でこれで、おいと、洞窟の前の岩は5人で力を合わせないと動かないぜ。なんなら手を貸そうか。はい、仲間になったと。えこれもう OK な状態。おお。でもあれこんないかつい顔してましたっけ。装備はどうなんでしょうか。ざけんなよマジで。お前持ってなかったか。なんか持ってましたよね。まあいいや、ラクロアに戻って、でそうするとタンクが仲間になるだそうです。まあ相変わらず壊れたままです。あれここ入れないんだっけ。そっか、あれどっかの地下にいたんだっけ。そっかそっか。でもどっかの地下いそうだとしたら宿屋か。道具預け所さ、石板、まあいいか。いや宿屋目の前。ここの、あれ地下じゃないね、2階か。あいたいたいた。これここで、王様もすっかり元気になられたので私の助けもいらないでしょう。ええまた友いたとか。うっす、あまえあ王様の助けがいらないのでまた手を貸しましょうってことね。みんなにはとても心配をかけてしまったようじゃな。じゃがもう大丈夫じゃ。みんなの力を合わせてこのスダドアガワールドに平和を取り戻すのじゃ。もう大丈夫じゃがもう危ないっていうね。よかったわお父様。よし、ごこんで、こんでっつうかタンク、おい！ん？ちょっと！これひどくないですか？これ。トゥー！ムービートゥー！バズレイ持ってるからいいか。うん、ディフェアーマー。ディフェだな。攻撃力でしたっけ？アーマーが防御力。ミディアム。まあまあまあ結構持ってるけど、ちょっとマジでこれ。
なんかでちょっと見たらキャノンはすぐ抜けちゃうみたいなんですよ。これでも装備どうすかね。洞窟で、まあその攻略サイトチラって見たら洞窟らしいんですよ。まあ当然ね。で次そこがなんか光の洞窟っていうところで、でなんかすぐ下行くともう闇の洞窟っていうのがあったんで、まあそこはまあ特に別に今はいらねえかなと。今ちなみに仲間の話す状態はどうなってるの？何にも教えてくれなくなっちゃってる。まあ前回のアドバイスも大したことなかったからな。ちょ、一旦止まる。伝説の巨人。この5人パーティーがなかなかですよね。でタンクの装備しっかりした方がいいかね。キャノンはまあまあまあいいとして、じゃないとただでさえ柔らかいのに硬いの名前だけですもんね。ちょ、気合い入れてきや。よし、まあメモがねすげえ強えんで。ひどいなこれな。瀕死のやつにバズレイ使ってるっていう、ね、もう絶望しか与えることができないっていうね。命乞いしてましたからね。これでいける。命乞いしているやつにバズレイ。まあそういう仕事もねやらないといけん時もあるからな。あれでもだいぶ強くなってるこれ。なかなかよね。ミス。なになに、変な粉、変な粉使われた。そうか、オートだと攻撃、通常攻撃になってんだな。ほら、また一発で倒せるやつに対して魔法は、魔法も使えるけど俺は攻撃しかしないんだぜってアピール。いらんアピールはしないでいいんだよ。これで、あー、どこ入っちゃった。あ、はい、おー、さあ洞窟へ入ろうぜ。なんだその軽いノリ、軽いノリ。あー、勝手に動いた。てー、ふふふ、我はもうすぐ蘇る。この洞窟内を永久にさまようがいい。え？うわー、あいつ、我は蘇るってボスか。何でしたっけ、あいついたよね。なんか結局倒さなかったやつ。洞窟内を、あ、やべ、そっか洞窟、まあいいか、魔法使えばいいか。ライト、なんかタンク死んじゃいそうなんで装備してないからとりあえず MP 使っとこう。まあさまようがいいっつってもどっかにあるわけでしょう、何かが。ああ、でそうそう、あれ真実の鏡を使うといいですよみたいな。はい、スーパー雑魚。いや雑魚すぎでしょさすがに。真実の鏡を使うといいみたいなことは、いや、あいつ、いいのよ、そんなくだらんの使わなくて。魔法、そんなことするか。なんかいいらしいっすよ。使うといいですぜ、みたいなこと書かれてたんで。おお！待つんだ、B！ 光の弓矢は渡さない、B！ 出た、ドラゴンベビー。光の矢？あ、持ってった。
ドラゴンベビーな、可愛いんすけどね。実際のペットだったら30万ぐらいするのかな。いた。あら、敵で、あ、まあそうか、敵は出るか、さっきのザコ。タンク大丈夫そうですね。なんかオッケー、ちょ待って、あー、まあでも大丈夫か、そんな HP 減ってないですもんね。わっ、もう追いついたのか。 B 光の弓矢は渡さない。 B 戦闘でしょ、違う、追っかけっこ。いや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 、よし、そんなわけ、あ、ほら隠し階段、さすがにこれはわかる。あ、え、おい、しつこいやつらだ、 B、 まとめてやっつけてやる、 B。 あ、ここで戦闘か、かわいい。まあ立つ、まあまあまあぶった切るけどね。まあネモさんやっちゃってください。まあなかなか硬いですね。でもこっちは会心狙いなんでっていうね。あ、ね、バズーカ、バズーカみたいな。おおほほほほ、やるね、やるね。セイラが危ねえか、これ舐めてるとやばいか。セイラいっちゃうか、これやばいな。ここでも舐めてたな、ちょっと。あ、ああ、その前に倒した、ああ言っちゃった。そんなドラゴンベビーに勝ってもそんな嬉しくない。いつもよっしゃとか言ってんのね、ああっつって、ああ、何回言ってるんだ。しかもそのまま直置き、直置きフィールドに。あれ、これ回復、これリフレってこうですよね。あ、よしよしよし、オッケー。まあまあ恐ろしい時代ですよ。こうやって簡単に蘇らすことができると。宝箱はもうちょっとお待ちくださいね。一応回復。まあ光の矢が手に入ると、さっき言ってたんでね。いや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 、あ、そういうことか、そうでしたね。光の弓、あ、弓と光の矢ってことか。おい、ここエンカウントやめとけ。宝箱の上で戦ってんだぞこっちは。まあ確かに戦いを仕掛ける側としては一流か。あの、一番気が緩んだ瞬間ね、一番攻撃されたくない時に攻撃するのが鉄則ですからね。何語ってんだと。よし、レベル上がった。あ、リフレクみたいの覚えた、何か覚えましたね。あ、リフレク、これは、え、移動魔法、あ、移動中、リフレク、え、リフレの区全体複数、あ、ザオリックか、ザこれザオラルでザオリックの区をつけたのかな。完全回復で生き返すのかな、もしかして。リフレクっつったらね、もう我々の中では
あれしかないですもんね。そうですよね。お、光の矢。これセイラー装備できるの？できない。装備できないよ。ドラゴンベビーみたいな。え、誰が装備できるの？タンク？ガンダム？ガンダム？でもガンダムさ、あ、そうか、取られたんだっけ？炎の。あれ、どうしたんだっけ？なんか突き刺したのか、あいつに。突き刺したまま持ってかれちまったのか。じゃ、とりあえず、たまたまを、うわ、誰も持てねえ。ちょっと待って。ちょっと待って、どういうことだ。ハニワとかいらねえの手に入れたからな。これまたタンクいなくなる。アルバムじゃねえよ。タンクいなくなるんじゃねえだろうな、これ。こいつマジ危ねえからさ。ネモもどうなんだろう。怖いな、これ。まあでも、いるか。さすがに。これ以降は、さすがにこれ以降はもう、あれなのかな。あれあれ言ってるけど、年だな。さすがに交代制になる。まあここら辺セイラまで固定で仲間になっていくのかな。仲間になって、あのラクロアのとこで交代制になるのかなって、ちょっと期待してます。光の右手が嫌だよな。右利きだったらだいぶ下がるね。だいぶ上がるね。いいね。よし。あ、でどこ行くの？闇の洞窟らしいですけど、何の情報もない。巨人の住処と言われる砂漠へ行ってみましょう。なんでそれを知ってんだ。怖いな。砂漠。え、砂漠なんかありました？もう完全に忘れてる。スイートウォーター、砂漠。なんか砂漠みてえなのそこら辺になかった？ねえか、森か。え、砂漠？あ、タンクはこのまま仲間になりそうな感じですかね。砂漠。まあいいわ、探しつつ行きましょう。そうで、冒頭に話したように2週間3週間ぶりで本当に砂漠の位置もわからないと、あったのかすらもわからないという状態なんですよね。でその間ロボット対戦第2次スーパーロボット対戦、まあ、別に動画上がってますけど、上がってます。そちらもぜひよろしくお願いしますねと宣伝しつつ、ちょっととりあえず海岸からないか見ると、砂漠っぽいのがね。で今動画上がってるのがもうそのガンダムだけの時期になっちゃってるんで、これ8月上旬ですよね多分。それさすがにちょっとまずいというか、別にガンダムだけじゃ ねえと、皆さんの中、いやガンダムそんな見たくねえよっていう方もねいると思うし、いやガンダムのチャンネルになっ、ガンダムチャンネルかよみたいなとも思われたくないと。ああ、まああとね、あとはまあすごい少数ながら、いやテシさんやってるなら何でもいいっすって言ってくれる方もいるんですよね。まあ
ただガンダムだけになるとちょっとさすがに、ただガンダムもね結構あの視聴回数なんか YouTube に上がるのが関連動画で上がりやすいのかわからないですけど結構伸びるんですよね再生回数。だからそれもそれプラス自分がファミコンのままで終わってたので続きやりたいかなと、スーパーファミコンで何か RPG ねえかなってさやってて、ああちょうどいいかなっていうのもあったのでやってる感じですか。この大いなる遺産の1回目で言ってたことと矛盾していないか不安なんですけれども、まあまあそこはさておき、だから他のねガンダム以外の動画もちょっと上げようかなとか、まあお盆の時はもうちょっとお盆の1週間だけはなんか増やそうかなとは考えております。砂漠ないですね。砂漠どこなのか教えてほしいな。とりあえず見た感じないぞと。え、砂漠なんかありました今まで。まあ行ってみましょう言ってて、まあこの下とかかな、なんか祠とかがあっていましたよね、祠。そこから行くとかかな。あのアクション、さっきの話の続きね。アクションもアクションゲームもちょっと増やしていきたいなと。まあそんだけなんですけれども、やっぱりそっちの方が、そっちもやっぱり取りやすいっていうのもありますね。 RPG 一回やると結構長いじゃないですか、ずわーっと1ヶ月、まあ30本行くとするともう1ヶ月それだけになるので、アクションだとまあ5回とかになるのかな、短いファミコンのね作品だと。それをねちょいちょい座ってどっかに入れていければなと。まあさっき言ったお盆の時とか、ね、スイートクォーターってどこよ、なんか島っぽいとこだったよね。ここがここってでもどっかの洞窟行った時だよね。あれ砂漠か。え、今まで通ったとこありましたですかこれ。クロアから始まり洞窟、まあ最初から行けばぶち当たるかな。のんびりね行きましょうよ。そしたらだここはまあ最初洞窟だよね。洞窟、最初の洞窟あったじゃないですか。まあぶっちゃけここにも砂漠ないか、ここ砂漠だと思ってたと。まあ洞窟があるのでそこ抜けていったんですよね、そもそも最初。違いましたっけ、もうそこすら怪しいよ。これ抜けてったんだっけ、どうやって次の町行ったのこれ。あれ、いや違うな、ちょっとやめな、
それはやばい。ちょ、見えよ。そう、のんびり、のんびり行く実況者です。ゆっくりたっぷりのんびり、旅行けば楽しい、ホテル三日月ってやつ。いや、これは多分皆さん知ってるはず。CM ね。で、ちょっと時間30分来てますね、これ。パルタってのがここでしょ？ここ最初の、ここ街あんじゃねえかって言ってて。で、そうっすよね、そうっすよね。じゃあ、ここじゃないから。次、ルナツはあそこだもんね。フォンがあそこで。全部あそこで。ラーカイラムがあの氷のとこですよ。グリーンオアシスか。オアシスといえば砂漠。そこじゃねえかよ。全然砂漠ねえし。この下がいけないのよね。ちょっと待って。ペルガミノはそういう砂漠なんかあったか？下、下、砂漠、砂漠。ちょ、お前、いいんだよ。あいつはいいんだよ。妖精はいいんだよ。砂漠。あ、そうか、ジムスナイパーに止められたのかな。オッケー、オッケー、あったあったあった。ここじゃな、ここじゃな。はい、そうしたら、魔法を結構使っちゃったので、宿屋泊まって、またここまで来て、次回の動画、スタートさせたいと思います。では、次回もよろしくお願いします。